はい、どうも、もこです。今日の動画は神社でのおみくじのお話になります。このチャンネルではスピリチュアルや引き寄せや神仏からのメッセージを通じて自分らしく幸せに生きるっていうためのヒントやあり方などお伝えしています。こうした内容に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで今日の動画は神社などでね、引くおみくじについてのお話になります。先日オンラインサロンでのね、限定のライブ配信の時にいただいた質問なんですけど、まあすごいいい質問だなと思ったので、はい、改めてね、ちょっとこの動画の方でもね、紹介させていただこうかと思います。はい、じゃあちょっといただいた質問ね、紹介しますね。はい、質問です。おみくじってどこをメッセージと受け取ればいいんですか？大吉とか小吉とかの部分ですか？それとも和歌みたいなところですか？それからちょっと違うなとか、なんかピンとこないっていうふうに思った場合は、その同じ神社で何回も引いてもいいんですかっていうね、ご質問をいただきました。いい質問ですね。神社行ったらね、ちょっと、あ、おみくじ引いてみようとかね、それこそ初詣とかでね、行った時なんかね、もう今年一年の運試しみたいな感じでね、おみくじ引かれる方なんかもすごく多いと思うんですね。ただね、おみくじって結構場所によっては、なんかすごいこう、古めかしい感じのね、文章とかで意味がわからないみたいなのもあったりすると思うんですよね。だから、一体これどんなメッセージだったんだろうみたいな、引いたはいいけどよくわからないみたいなこともあるかと思うんですよね。なので、私がどういう風におみくじでメッセージ受け取ってるかっていうね、まあ私の感覚っていうのもね、交えてお話しさせてもらえたらと思うんですけど、まず、どこがメッセージっていうのに関しては、必要なメッセージが、そのおみくじの中に散りばめられてるって感じですね。ここにだけメッセージがあるよとかっていうよりは、おみくじ全体の中の自分に必要なワードが、なんかこうピンポイントに散りばめられてるみたいなイメージですね。で、おみくじって、大吉小吉とかの部分と、あと和歌みたいな俳句とか歌みたいな感じになってる場所があったり、で、ちょっとこう説明があって、で、あとは仕事運、恋愛運とか、いろいろこうなんとか運みたいなので、いっぱい書いてあるところとかあったりすると思うんですけど、このメッセージっていうのが、例えばここだけがメッセージですよとかっていうよりは、全然関係なかったとしても、例えばなんかこう悩んでることとか、まあ仕事のこととか、なんかそういうので仮に悩んでたとして、なんだけど、下の方のメッセージの恋愛運っていう欄のところに、何も問題ない、このまま進んで大丈夫とか、いいご縁に恵まれますみたいな、なんかそんな感じのが書いてあったとしたら、一見その自分が仕事で悩んでいるのに恋愛運って言ったら関係ないじゃないですか。で、なんだけど、その何々運っていう部分よりも、パッて見た時に、ちょっとハッて自分が反応するとか、あって目が行った部分とか、そういうのがメッセージなんですよね。だから、仕事のことで悩んでるから恋愛運の部分とか、そういうのは関係ないとかっていうんじゃなく、ワードの部分ですね。自分がなんか反応するキーワードとか、そういうのが入ってあったらもうそれがメッセージっていう感じなんですよね。なので、どこがっていうよりは、全体をパーって見た時に気になるワードとかピンとくる、なんか自分がちょっとハッて反応するようなワードがないかっていう感じでチェックしてもらったらいいと思うんですね。なので、進みたいけど、怖いけど、ああ、でもどうしよう、どっちがいいんだろう、みたいな感じに思ってた時に、大丈夫、みたいなワードがあったら、やっぱりすごく安心すると思うんですよね。で、そういう大丈夫っていうようなワードがあったら、それがやっぱりメッセージっていう感じで捉えてもらえたらと思うので、うん、だからね、どこっていうよりは、全体を全部見てもらった上で、どこに自分が反応したかっていう、あとは、パッて見て、すぐにパッて目がいった部分とかもね、メッセージだったりするので、うん、そういう感じでね、私へのメッセージどこに散りばめられてるんだろうみたいな感じでおみくじ見てもらうといいんじゃないかなと思います。あとはね、大吉小吉とかの部分なんですけど、まあこれはね、もちろんいろんな人考え方があると思うので、私と違う人もいるかもしれないんですけど、私は基本的に大吉小吉とかの部分に関してはあんまり深く捉えてないです。むしろここに関しては運試しとかゲーム的な感覚っていう風に捉えてますね。内容とか見てもらったらわかると思うんですけど、大吉って書いてあって喜んだのに、なんか内容を見たらすごいなんか悪いことばっか書いてあるみたいなのとか、逆に
になんか大凶みたいなね感じで、うわ今日引いちゃったみたいな思ったのに、内容読んだら意外となんか大丈夫だよとか、このまま進めば問題ないとか、そういういい感じのことが書いてあるとか、なんかそういうのもね、あの実際あったりするんですよね。でなので大吉小吉とかそこの部分に関してはもう本当私はゲーム感覚に捉えてて、むしろね私の場合は例えばお正月とかね、元旦に引いたおみくじで今日が出るとか、逆にレアだなって思ってテンション上がるんですよね。そう、だからあの、まあ、大吉引いてもテンション上がるし、このタイミングで大吉を引くとかマジやばくない？私すごいみたいな。逆にテンション上がったりとか、まあ、基本だからまあ何引いても私テンション上がっちゃうんですけど、ほんとなんかこう、運試しとかゲーム感覚でどれ、何が出るかなぐらいな感じでやってもらったらいいんじゃないかなと思います。そもそも良い悪いってないので、大吉だから良いとか、今日だから悪いみたいな、そういう良い悪いっていうのは、まあ今の私の話聞いてもらってもわかると思うんだけど、いくらでもどういう見方、捉え方をするかによって、良い悪いなんていくらでも変えれるんですよ。解釈とかって部分はね。うん、なので、良い悪いっていう風な捉え方よりも、内容の部分ですよね。自分が反応するなんかこうメッセージとかがどこかあったかなって、もうそっちの方をね、あの、見てもらったらいいんじゃないかなと思います。まあなのでね、本当あの大吉小吉の部分はね、あのもう気にしないでゲーム感覚でやってみたらいいと思います。で、それからもし自分へのメッセージどこかなーって見てみたんだけど、全然ピンとくるメッセージがないとか、なんかちょっと違うなみたいな風に思った場合は、同じ神社でもう一回引いてもいいんですかっていう質問もあったんですけど、これに関しては別に引かなくてもいいかなって思います。一回目で引いて、あれってピンとこないなってなったんだったら、多分二回目引いても同じです。なので、基本ね、複数回引く必要はないですね。ただ、もしどうしても、もう一回私引かなきゃいけない気がするみたいな感じになったりとか、あとは同じ神社とかでも別のおみくじがあったりとかね、こっち引いたらピンとこなかったけど、進んでったら別のタイプのおみくじがあって、で、無性にこのおみくじ引きたいとかね、なんかそういう風になった場合は、あの、引いてもらっても全然いいんですけど、その場合はむしろ、こっちも引いてとか、そういうね、あの、意味だったりするので、そういう場合は引いてもらっていいんですけど、特にそうじゃない場合、一回引いたけど、なんかピンとこないからもう一回引こうって言うんだったら、引く必要はないですね。で、その場合なんですけど、例えば自分が気持ち的に落ちちゃうとか、あ、なんかあんま嫌だなって思うんだったら、そのままもうそこにおみくじくくりつけてもいいんですけど、もし内容がピンとは来ないけど、でもなんか大吉とか、なんか別に嫌じゃない、むしろ嬉しいみたいなね、感じなんだったら、私は結構ね、持って帰ったりするんですね。その時点でピンとこないけど、でもなんか気になるなって思ったら、私結構財布の中とかにあの入れて持って帰ったりとかして、で、そうすると、1ヶ月とか経ったりね、なんかのタイミングで絶対ね、そのおみくじ、あの時引いたおみくじだみたいになんかなる時あるんですよ。で、その時に見直してもらうと、ピンとくるのがね、その時に見直した時に、はぁっていうようなのが書いてあったりするっていうのが結構多いですね。うん、なので、まあ、その時点でピンとこないからって、2回引くっていうよりは、持っといて、違うタイミングで見た時に張ってくるっていうようなね、そういう場合もあります。あとは、本当にピンとこなくって、で、かつ、なんか別に持って帰んなくってもいいかなっていう感じだったら、別に問題ないよ、みたいな。おみくじの内容そんな気にしなくていいよ、大丈夫だよ、そのまま進んで問題ないよ、みたいな感じだったりするので、特にね、聞いてみて、あ、ピンとこないな、まあでもいいや、くくりつけとこうっていうふうに思うんだったら、それもそれで全然 OK なので。うん、まあ、基本的にね、あの、正解みたいなのはないですね。自分がどこに反応するかとか、やっぱそこが重要なので、で、基本ね、上からのメッセージとか、あとはそう、おみくじに書いてあるメッセージとか、何でもそうですけど、キャッチするのは自分なので、自分のことってよくわからないって言うけれども、実は自分の全てを知っているのも自分だったりするんですよね。自分の反応とか感覚っていう部分をとにかく意識的に見てあげるっていうのをするといいですね。なので、どこがメッセージなのか、どこが正しいのか、っていう見方じゃなく、全体を見た時にパッて目が行った場所とか、あ、なんかこのワードが気になるとかっていう風に自分が反応した部分がメッセージになるし、
ピンとこなかったけど、そのままくくりつけて帰ろうって、なんか持ってたくないなってなるのか、あ、なんかピンとこないけど、でも気になるから持っておこうっていうような気持ちになるのか、みたいな。だから、絶対くくりつけるのが正解とか、いや、持って帰るのが正解とか、どっちが正しいって言うんじゃなく、自分の中からどういう感覚が出てきたかっていう、そこをとにかく見てあげてほしいんですね。あれ？なんで私今こういう風に思ったんだろうみたいな、自分をとにかく観察するっていう感じですね。メッセージを受け取りたいっていう風に思う人ほどね、自分観察っていうのに本当ね、意識を向けてもらえたらと思います。なのでね、そんな感じでね、まあおみくじを引くときはね、ぜひゲーム感覚というか、運試しみたいな感じで、楽しい気持ちでね、引いてもらって、で、自分が反応するメッセージがどこに散りばめられてるかなっていう風な、そういう軽い感じ、軽やかな気持ちで見てもらったらいいんじゃないかなと思います。そんな感じでね、おみくじに関するお話でした。今日も見てくれてありがとうございます。この動画を見て面白いと感じてくれた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、今日もありがとう。今日もあなたに幸あれ。はい、もこでした。またねー。